グロップエアクラフトはドイツの航空機メーカー。小型の練習機を製造している。かつてはグライダーやモーターグライダーも製造していた。1970年代から炭素繊維強化プラスチックなどの先進的な素材を使用した機体を製造している。練習機はヨーロッパの軍や民間フライトスクールなどに採用されている。 1971年にブルクハルト・グロップが設立したグロップアエロスペースが元である。グロップはグライダーが趣味であったが自身でシェンプヒルト社のシェンプハーススタンダードシロスをライセンス生産するために会社を立ち上げた。1974年繊維強化プラスチックなどの加工経験が蓄積したことで自社設計のグライダーグラブ G100 アスターを発表。 合計で1241機が売れるベストセラー機となった。ヨーロッパのグライダー市場はすでにシェンプヒルトなどの有名メーカーが存在していたが、グロップは高価な高性能機ではなく安価な入門機とすることで、多数ううある小規模なクラブからの購入が多かったためである。成功を受けて、二人乗りの G103 ツインアスターも販売された。1981年、 機体の構造物すべてにガラス繊維強化プラスチックを使用したモーターグライダー G109 を販売するなどしたが、1996年にグライダーからは撤退した。2005年、超軽量ジェット機の試作機、グラブ G180SPN の墜落事故をきっかけに業績が悪化、2008年には破産した。2009年、H3 エアロスペースの支援を受け練習機の製造と、 サポートを行うグロップエアクラフトとして再建した2012年ファブリーカミリータルでアビオネスのフマ IA63 パンパの改良型であるパンパ3の製造サポートを行うと発表した現在では航空機のほかメンテナンス担当者の教育やサポートなどを行うグラブトレーニングシステムズなどソリューションの提供も行っている イギリス空軍の 115E チューター T1G103 ツインアスター G109 ありがとうございます。